は行きなさい。ここは私が。でも行きましょう。サポート部分シールドは持たない。羽田たちも任せ。羽田たち早く。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅対空が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でもうちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。半物質レギオンにとって、ここの防御システムは、レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。ん？なるほど。彼女は？彼女は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、わかった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だ。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。これ！どけ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。よっ、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。戦闘は精巧なデザインなの。争いに意味はない。逃がさないわ。いや、即戦即決で行こう。あんたの番だよ。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。出口はあっちだけど、どうやって行けばいいの？
この機会を逃さないで。やっ、逃がさないわ。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年の間なり。同天元気、超無一角。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。よし。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。下手に動くな。うちの出番。ルールは破るためにある。意味はない。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で行こう。よっ。
うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。戦闘は成功だ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ、逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん、私もね。今さら後悔しても遅い。始めようか。あんたの番だよ。ルールは破るためにある。やっ、に用意したのよ。騒ぎを起こしたくはない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。始めようか。順番にね。逃がさない。
今だ。あんたの番だよ。生死虚実、一年の間なり、同天元気、超無一角。うちの出番。うちがいるんだから負けないよ。痛くも痒くもない。殴ったね。ルールは破るためにある。逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。この機会を逃さないで。やはまだ来ていないな。きっと近くまで来てるって。うち目がいいから先に行って見てくるよ。待て、見つけ。終末獣、本当に追ってくるなんてね。ほら、かかってこい。みんな気をつけて。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。下手に動くな。逃がさないわ。うちに出くわすなんてついてないね。あんたの番だよ。争いに意味はない。動かないでね。今祝福してあげるから。やっ、逃がさない。順番にね。逃がさないわ。
霊視虚実一年の魔導天元気超無一角ふっはっ。うちがいるんだから負けないよ。即戦即決で。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うん、始めようか。よっ。破るためにある。ないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。ちゃんと直さないと。デザインなの。逃がさないわ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もね。生死虚実一年のマナ同点元気超無一角ふっ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。よっ。
幼児ちゃん、この子。もう大丈夫だ。場所を変えて話そう。